とうとう明日からテスト。どうせ君は今回も余裕なんだろう。ふーん、その手には乗れない。前回もそう言って完膚なきまで叩きのめされたからな。そもそも誰が何をしようと自分の力を伸ばす、できることはそれだけだが、もちろん今までの雪辱果たさせてもらおう。今回こそ僕が勝つ。また君は興味のなさそうな顔か。たまには勝負くらい受けてくれよ。つまんないな。勉強は勝負するもんじゃないって。いいじゃん。モチベーションの作り方は大事だし、受験なんてもろ勝負じゃん。そこがゴールじゃないって言われたら、返す言葉はないけど。あ、ちなみにさ、君が勝負を受けないのって、負けるのが怖いから、だったりして。僕は失望しないから、正直に言ってみ。ああ。被疑者は未だ黙秘。今夜は長くなりそうだ。冗談だよ。望んでもない勝負に強引に引きずり込むのは、僕も何か違うと思うから。ただ、君には対抗心全開で挑ませてもらうから、よろしく。ここまで言っといて悪いんだけど、ちょっとわかんないとこがあって、よければ、教えてくんないか。いや、一箇所だけだから、そんなに時間は取らせない。頼んでもいいか。すまない。じゃあ、一緒に家に来てくれ。わざわざ、悪いな。準備もしてなかったから、出せるのもお茶ぐらいだし。聞きたい問題のあるワーク持ってくれから。お茶飲んで待ってて。お待たせ。早速だけど、ここ。この問題さ、回答を見ても、どうしてこの方法を取るのか、いまいちしっくりこないな。あ、そうか。こういうこと。ありがとう。君のおかげで全部繋がった。感謝する。他に聞きたいこと？どうした？教えたがりか？僕からはこれ以上問題はないけど、むしろ君の方こそ問題があるんじゃないのか。例えば、そう、突発的に襲ってきた眠気とか。ああ、このまま一人で帰れるのか。そうだよな。僕にもわかるくらいだ。大丈夫なわけない。ほら、僕のベッドを使ってくれて構わないよ。遠慮すんな。僕は気にしないから。ちょっとくらい横になっておけ。おやすみ。パーク。睡眠薬の眠気だ。すぐに目が覚めるわけないだろう。やっと目覚めたか。見たの通り、完全に夜だ。おい、慌てんな。急に動くと危ないぞ。縛ってあるんだから。ほら、言わんこっちゃない。大丈夫か？言いたくないか？よかった。ほら、まだ横になっておけ。
下手に動くと、また体を痛めるぞ。ん？なんだ、縛ってあるか。ああ。それはさ、君を僕のものにするため。僕さ、最初から勝負は諦めてた。そもそも、努力したところで、君に勝てる保証はない。今までだって、一度も勝てなかったんだ。どこかで君を諦めた方が、楽になれるって、思い始めてた。だから、僕は勉強では、君とは戦わないことにした。それよりも簡単に、君には勝てるから。それが今だよ。僕に縛られた君は、抗えないだろ。それどころか、命さえ掌握されてるんだ。どうだ？降参だろ。どうしてこの方法をもっと早く思いつかなかったんだろうな。こんなに君を追いかけて苦しむこともなかったのに。さあ、手に入れた君をどうしよっか。したいことはたくさんあるが、いざ君を目の前にすると悩むものだ。僕を満たす最高のおもちゃがここにはあるけど、残虐な仕打ちというのは趣味じゃない。まずは証拠作りに写真でも撮るか。クラスの奴らに見せつけるんだ、君は僕のおもちゃだって。よし、ちゃんと手帳も写ってる。これで君はクラスにはいられない。明日には君が僕のおもちゃになったことをクラス中に知れ渡るだろうな。どうした？そうか、さすがにそれは嫌なんだ。仕方ない。だったら君にはその代わり体差し出してもらおうかな。無理だったら大丈夫、予定通り写真を差し出すだけだから。要するに君がどっちか選ぶってこと。そうだな、もし君が体を許してくれたら、こっから返してあげる。どうだ、君はそれを一番に望んでるんじゃないか。そうだよな。よし、いいだろう。じゃあちゃんと僕にお願いすること、なんて言えばいいかわからない。だったら今から僕が言うことをそのまま言うんだぞ。私はあなたのものです。ん？うん。私の体はあなたの欲望を満たすための体です。あなたの喜びのためには何だってします。だからどうかこの体を好きにしてください。よしよし、よく言えたな。それじゃあ君のお望みの通り、この体で満足させてもらおうか。
必死に耐える顔がたまらなかった。君の体も素晴らしいものだった。これでこそ僕の最愛のおもちゃ。名残惜しいが、約束は約束だ。君の拘束は解いてあげる。ちょっと動かないで。よし、起き上がっていいぞ。どうした？僕の顔見て。やっぱりここにずっといたいのか？君がそう言うなら、もう一度拘束してやってもいいが。そんなわけないか。そうだ。忘れたら困るから、ちゃんと言っておく。今日は君を返すが、まだ君は、僕のおもちゃのまま。もし、僕の指示に逆らえば、この写真、ばらまくから。行動はよく、考えておくように。ああ、テストなんてもう、どうだっていいんだ。だって、君はもう一生、僕には勝てないんだから。